くはないの？ねえ。
どうする？ミキはどうして？引き返すしかないでしょ。だね。何よ、吐いてよ。びくともしない。アスナ、お前いつも余計なことばかりしてくれるな。上に登れば処理場の制御ルームがあるはずだ。それにかけるしかない。はしご、途中で壊れてるね。やっぱりびくともしないわね。内側から開けるようにはできてないんだ。アスナ、お前いつも余計なことばかりしてくれるな。無駄だ。単純にそれは隔壁を閉めるだけで、開けるようにはできていないのだろう。これはメンテナンスメカのハッチのようだな。これも手では開けられないか。上に登ればいいんでしょ。上に登るにしてもこれでは無理だな。
この制御施設が上にあるだろう。はしごがつながった。ファン大きいな。空気が流れてる。迂闊に近づくなよ、吸い込まれる。あのファンの制御盤か。粉々になったな。くそ、ここからでもダメか。本来なら下水の隔壁は自動制御されている。それを手動で閉めたんだから手動で開けるしかないってことだ。なんとかしてよ。なんとかならないの。誰のせいでこうなったと思っているの。ここの酸素が減り続けている。大丈夫だ、すぐには酸欠なんてことにはならない。それにまだ助かる方法はある。言っただろ、私たちがここまで通ってきた通路はメンテナンスメカ用の通路だ。そのメンテナンスメカをここに呼び寄せる。ここの大きさから考えてまだしばらくは大丈夫だ。これがメンテナンスメカをコールするための端末だな。なんだか知らないけどそれが来れば助かるんでしょ。なら早く呼んでよ。どうしたのクロエ。コールするためのコンソールが外されている。何なのよそれ。端末を操作するために必要なものだ。探すしかないわね。したガスを貯めておくものだ。酸素じゃない。Thank you.
水だ。ここのシステムはまだ生きているようだな。ちょっと、もうちょっとそっちに詰めなさいよ。ちょっとは我慢してよ。さっき引き上げた鉄板か。何か書いてあるね。緊急用のコンソールだ。これがあれば。早く取り付けてよ。これでメンテナンスメカをコールする準備は整った。メカをここに呼び寄せるのはここの氷ナンバーが必要だ。何それ、まだ何かやらなきゃならないの？コールナンバーが分かればいいのね。メンテナンスメカが来るのを待つだけだ。どれくらいかかるんだろう。あの手の機械は速くない。時速2キロといったところだろう。距離を考えると5、6時間といったところだろうな。それまで酸素持つかな。そうね、メタンガスも出ているだろうし読めないね。1時間か。この息苦しさからするとギリギリというところだな。
つも自信たっぷりだけどさ、どうしてわかるの？一人いなくなれば確実に大丈夫なのだな。一人って私のこと？大丈夫。お前が隠し持っているあれ、使う時が来たんじゃないか。そもそもシステム自体がすでに機能していないか。冗談じゃないわよ。待てば助かるってあんた言ったじゃない。今更システムが機能してないかって。私の概算は合ってたようだな。あんたの正義を。もう黙ってアスナ。いや、あんたが騒げばそれだけみんなの士気が近くなる。その程度か。あんた結局負け犬なのよ。翼の折れた者に用はない。お前は負け犬だ。Thank you.
上酸素を減らされたらたまったもんじゃなかったかな。一人と引き換え私らが生き残る。あそこでお前がやらなかった。私がやっています。